漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあそれでは今回もやっていきませう。夏満喫、ロマンシングバケーション2023、ロマンシングフェス、メロトセロイ編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。こちらのガチャでの新スタイルはメロトセロイ、バジュエイル、フォックスことシティシーフ女の3名。果たして今回のガチャの新スタイルの性能やいかに。それでは新スタイルざっくり性能チェックのコーナー、行くぞー。てなわけでまずはじめにチェックしていきますのはメロトセロイ。今回で3体目の SS スタイル、リアム編大決戦祭以来、約5ヶ月ぶりの SS スタイルですな。現在フリークエストでの周回で絶賛大活躍中のメロトセロイですが、果たして新スタイルの性能はいかがなもんでございましょ。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。腕力が 117% プラス14、素早さが 100% プラス14と高め、他は精神が 84% ありますが、ここ最近の高難度で考えると血と頼りない感じですな。雷耐性がプラス25なのは優秀でございます。メロトセロイのアビリティについて、バトル開始時、自身の BP に回復、バトル開始時から3ターン目以降のターン開始時、自身にヒートアップ超極大と攻めの奮起を1回永続付与、6ターン目以降のターン開始時、さらに自身にヒートアップ超極大と癒しの電波を1回永続付与、そしてターン終了時に自身の BP1 回復のとっておきの力、攻めの奮起は攻撃時、味方生存者全員に確率特大で攻撃強化中を2ターン付与、癒しの電波は攻撃時、味方生存者全員に確率大で HP を極小回復の効果、敵の攻撃が自身に命中した時、自身に回避1回を1ターン付与、攻撃命中時、青の刃が2回確定で発動する2人の絆、青の刃は威力残雷単体攻撃、自身に攻撃強化賞を1ターンと対象に体力デバフ賞のおまけ付き、4ダメ極大アップ、火ダメ特大軽減の剣の極み、開幕 BP12 スタート、実質毎ターン BP4 回復、4ダメは常時プラス 30%、3ターン目以降開始時にヒートアップ超極大を自身に付与で4ダメプラス 50%、さらに攻めの奮起を永続付与で攻撃するたび 50% の確率で味方生存者全員に攻撃強化中を2ターン付与、確率発動なので安定性には欠けますが、攻撃命中時には青の刃が2回確定で発動ですので、発動チャンスは3回ある感じですかね。6ターン目以降のターン開始時にはさらに自身にヒートアップ超極大を付与でプラス 50% と火力は高めです。火ダメは常時マイナス 30%。敵の攻撃が命中した時に自身に回避1回1ターンを付与。この書き方ですと攻撃を被弾すれば1ターンに複数回発動も可能ってことなんですかね。6ターン目以降のターン開始時には癒しの電波を永続付与で攻撃するたび 37% の確率で味方生存者全員の HP を極小回復。こちらも安定性には欠けますが、毎ターン3回発動チャンスがあると考えると悪くない感じですな。メロトセロイのスキルについて、BP2 で使える威力突雷単体2回攻撃の壁雷突、BP12 で使える威力残雷単体ファスト攻撃のクルクルサンダー。こちらは攻撃前、自身に2人の絆を1ターン付与、BP12 で使える自身補助技のピカピカ花火。こちらは自身に消費 BP 減少銃を5ターンと攻撃強化台を5ターン付与の効果。開幕はピカピカ花火で自身の火力アップに消費 BP 減少を付与。以降4ターンクルクルサンダーを連打とループさせる感じですかね。クルクルサンダーでアビリティの2人の絆を重ね掛けをすることが可能。クルクルサンダーを使用したターンは青の刃が4回発動。1回の攻撃被弾で回避が2回発動するようになりますので。3回中2回、攻撃を回避することができますな。そして攻撃回数がかなり増えたおかげで攻めの奮起と癒しの電波の恩恵をかなり受けやすくなります。今回3体目の SS スタイルとして登場のメロトセロイ。確率発動ではありますが攻撃するたびに味方全体の火力アップと HP 回復でサポートできるアタッカーとして登場ですな。開幕の火力は控えめですが、ターン経過で火力が大幅アップ。そしてスキルで攻撃回数をさらにアップ。
耐久面は1ターンに地震回避を複数回付与可能でかなり高め、剣は優秀なアタッカーが多数存在しておりますが、それらと比べても引けを取らない性能でございます。ただやっぱり気になるのは精神が高難度で使うにはちと頼りないところですかね。敵の攻撃の大半を回避できるようになるとはいえ、一発目にスタンや麻痺を食らってそのまま終了という可能性があるのが残念なところです。続きましてチェックしていきますのはバジュエイル。今回で3体目の SS スタイル。サガフェス以来、約1年と5ヶ月ぶりの SS スタイルですな。前回のスタイルは一時期周回で活躍してくれましたが、果たして新スタイルの性能はいかがなもんでございましょ。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。知力が 120% プラス17とかなり高め、他は体力が 94%、精神が 91% と高めです。そしてイン耐性がプラス25と耐性も優秀でございます。ジュエイルのアビリティについて、ターン開始時、自身以外の味方生存者全員に芸術の褒美を1ターン付与。攻撃命中時、自身の BP1 回復。連携攻撃時、ファイアワークスが2回発動する美しき花火。芸術の褒美は連携攻撃時に、自身に攻撃強化中を2ターン。さらに自身の HP 小回復と BP1 回復の効果。ターン開始時、自身の全スで中アップ。さらに自身に攻撃強化台と防御強化中を1ターン付与する高機なる妖魔に、4ダメ特大アップに火ダメ特大軽減。自身の連携攻撃と OB 攻撃の4ダメがそれぞれ極大アップのオーバープロテクトハイテンション。4ダメは常時プラス 20%、火ダメは常時マイナス 30%。連携時、OB 攻撃時それぞれ4ダメプラス 30%。さらにターン開始時、自身の全スてバフに攻撃強化台と防御強化中を1ターン付与。ターン開始時に自身以外の味方生存者全員に芸術の褒美を1ターン付与。連携攻撃時に攻撃強化中を2ターン、HP 小回復、BP1 回復と多くの恩恵を得られます。が、連携攻撃発動時なので確実に運ゲーになるのが残念なところですな。バジュエイル自身にはこちらの効果は乗りませんが、連携攻撃発動時にファイアワークスが2回発動で攻撃しながら味方全員の BP を1ずつ回復。さらに攻撃命中時に自身の BP も1回復ですので連携が発動すれば自身の BP は5回復です。まあ連携が発動すれば、ですが、バジュエイルのスキルについて、BP 霊で使える威力だインターン対攻撃のダークシェル。こちらは自身にガードアップ賞を2ターン付与のおまけ付き。BP5 で使える A 威力熱インターン対攻撃のサークルファイア。こちらは自身以外の味方生存者全員の OB ゲージ中アップのおまけ付き。BP10 で使える S 威力熱インターン対攻撃の先行番来。こちらは攻撃後、ファイアワークスで追撃のおまけ付き。サークルスフィアで味方の OB ゲージアップのサポートをして、OB 連携を発動させるようにするといった感じですかね。先行番来で攻撃しつつ、追撃のファイアワークスで味方の BP サポート、ダークシェルで微妙に耐久力を上げながら戦うこともできます。今回3体目の SS スタイルとして登場のバジュエイル。バジュエイルといえば連携ということで連携発動時に攻撃強化に HP 回復に BP 回復と、ちょっくら癖のあるサポーターとして実装でございますな。自身が連携に絡んだ時は花火を2発ぶち上げてパーティーの BP のサポートも可能です。発動条件が厳しそうですが一応スキルで他の味方の OB ゲージアップがあるので意外と仕事してくれるかもしれませんな。最後にチェックしていきますのはフォックスことシティシーフ女。今回で5体目の SS スタイル。3周年第2弾のラビット以来、約1年8ヶ月ぶりの SS スタイルですな。果たして新スタイルの性能はいかがなもんでございましょ。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。腕力が 106%、素早さが 117% プラス14と高め、他は知力が 97% プラス14と高くなっております。ボックスのアビリティについて、ターン終了時、確率大で自身の状態異常を全解除、味方全員生存時、自身への攻撃を確率特大で回避するハイド&シーク。ターン終了時、そのターンに自身がダメージを受けていなかった場合、自身の OB ゲージを満タンにし、BP4 回復の戦機の呼吸4。ターン開始時、
自身をステルス状態中4ターン、OD ゲージ満タン時、自身に攻撃強化特大を5ターン付与、非 OD ゲージ満タン時、自身を1ターン回避状態に、さらに OD 攻撃発動後、封殺陣プラスで確定追撃するシーフシフト、ドダメアビは OD ゲージ満タン時に攻撃強化特大5ターン付与のみ、5ターンの間に OD ゲージを満タンにできれば重複することは可能ですな。OD 攻撃発動後には封殺陣プラスで確定追撃、強化解除薬としても仕事できます。火ダメ軽減アビはなしですが、非 OD ゲージ満タン時は1ターン回避状態、OD ゲージが溜まってなければ無敵状態といった感じですな。OD ゲージ満タンだったターンに攻撃を受けるとヤバそうですが、ステルス状態中に、味方全員生存時は 50% の確率で回避発動なので、味方全員生存さえしていれば結構いけそうではあります。が、攻撃回数がアホほど多い昨今、高難度で使う際にはプレイヤーの機動力が試されることになりそうです。ターン終了時には 37% の確率で状態異常を全解除。非ダメ例だった場合は OD ゲージ満タンにして BP4 回復です。運よく回避し続けることができれば毎ターン OD 攻撃をしつつ、封殺陣プラスで追撃することが可能です。運よく回避し続けることができれば、ですが、フォックスのスキルについて、BP0 で使える A 威力打全体攻撃の軽機弾、BP6 で使える A 威力打単体攻撃の3点撃、こちらは攻撃命中時に腕力、素早さ、知力でバフ小付与のおまけ付き、BP8 で使える SS 威力打単体ファスト攻撃の花火連剣、こちらは攻撃命中時、モラルダウン中とガードダウン中を2ターン付与のおまけ付き、3点撃で腕力、素早さ、知力のデバッファーとして活躍、BP6 で3ステータスにデバフを付与できるのはかなりコスパがいいですな。花火連剣で火力を出しつつモラルダウンとガードダウン付与もできます。今回5体目の SS スタイルとして久々登場のフォックスことシティシーフ女。OD ゲージ満タン時に封殺陣プラスで強化解除薬もこなせるジャマーとして登場ですな。OD ゲージが溜まってない時は無敵ですが、満タンになった時は確率回避があるものの火ダメ軽減もないので、かなり運に左右されるスタイルでございます。というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの私の感想でした。簡単にまとめますと、メロトセロイは確率で味方の火力アップと HP 回復が複数回できる可能性のある高火力アタッカー。バジュイールは連携攻撃発動時の恩恵が大きい癖の強いサポーター。フォックスは生存率が完全に運に左右されますが優秀なジャマーといった感じですな。それではこちらのガチャ、引くべきか否か私の意見ですが。どれもなかなかにユニークなスタイル揃いでございますがどちらかといえば趣味枠といった感じですかね。狙うならメロトセロイ狙いで引くのがいいかと思いますが、まだ第1弾を引いてないのであればそちらを引いた方がいいかと思います。引くにしてもガチャ開催期間中に螺旋回廊230回が追加されますので、そちらのギミックを見てから引くかどうか判断するというのでいいかと思います。以上、夏満喫。ロマンシングバケーション2023、ロマンシングフェス、メロトセロイ編、新スタイルざっくり性能チェックのコーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。